はい、皆さんこんばんは。たかしチャンネルであります。現在ね、まずね、トラックがね変わりました。変わりましたっていうかね、これ今日はね、私のね、乗っているおるね、三菱ふそうスーパーグレート、潰れました。いつもねぶっ飛ばしとったのが原因ではないようです。それが原因ではないです。はい、それを聞いて私もね一安心しました。ぶっ飛ばしとったのが原因、まあ、ぶっ飛ばしたってね、あれですからね、リミッターで93ぐらいまでしか出へんわけやから、92、3ぐらいね、昔140キロとかで走っとったわけやからね、そんなリミッター全開で走ったから潰れるっちゅうの、そんなアホな話あれへんのかね。それはね、まあ問題なかったと。何の話やねんけどね、まあ何しかね、トラックがね、今日はね昨日です、ね、これもまたね、燃料少なくなってますが、燃料はちゃんと入っております。ただほんまに燃料がなくなった時にわからないじゃないかという、ね、そういう、ことになっております。でね、シガーライター潰れてます、ね、エアコンありません、ね、この、最低な状況の中、関東からね今帰ってきて、日本坂パーキング来ましたんで、ストレス解消にうまいものを食べたいなと、そういった流れになっております。それでは行きたいと思います。はい、ということで、日本坂パーキングエリア来ました。あまり寄ったことがないのでよく分かりませんが、魚が食べたかったので来ました。焼津のカツオいただこう。店の中はね、お土産はね、魚関係のものが非常に多かったです。まあのお値段しますんで、まあ、この辺は見るだけみたいな感じでね、見てるだけみたいな感じの、映してるだけって感じの、そんな感じでスルーしたいと思います。はい、ということで、日本坂パーキングの食堂に来ました。メニューを見てみるとね、高いものばかりでね、ちょっと失敗したかなというそんな感じでした。しかしね、もう来てしまったんで、とりあえずアジのね、一夜干し定食が食べたかったんですが売り切れということで、カツオのたたき定食、それにしました。それもね、なんか結構美味しそうでした。ということでね、カツオのたたき定食と言いましたが、丼ですかね、定食なのかな、まあとにかく、いただきたいと思います。ご飯は大盛りにしたのですが、どう見ても大盛りという感じではなかったです。まあ、少々の不満はありましたが、とりあえず素材の良さを楽しもうという、そういう風に考えを変えました。食べてみるとね、非常にね、脂が乗っており非常に美味しいと、ね、あ、まだ食べてませんね、食べてませんね、はい、食べました。はい、
美味しい、非常にね脂が乗っており、カツオのねたたき丼定食どっちでしょうか分かりませんが美味しいです。あの焼津のカツオというのはね有名ですよね。スーパーでも高い値段で取引されているのかどうか知りませんがとにかく美味しいです。でね私ねすごくね体がね冷え冷えだったもんで熱いお茶と味噌汁がまたまたうまかったです。この日はね体が冷え冷えだったもんで、分かる人には分かる、ね、理由がね分かる人には分かると思いますが体が冷え冷えでした、はい、ということでねカツオのたたき定食丼非常に美味しい。がっつりいかんでもいい人にはおすすめです。がっつり行きたい人は、ちょっとおすすめできないかなと、まあ、素材の良さを楽しみたいみたいなそういう人にとっては非常にいいものになっておるとね欲しいと思います。はい、味噌汁もね非常に温まります。温まってねすげえうまかったです。高級食材ですね使ってますねこれ、うん、きっとそうですね高いんで、という方で非常に美味しいという方で、100点です。100点は違う80点ぐらいで大盛りに頼んでこの量はねないと思うんで100点はないんで80点ぐらいでお願いします。いただいてまいりました。日本坂パーキング焼津、何でしたっけ、カツオのたたき丼890円おいしゅうございました。おいしゅうございましたが、おいしゅうございました。すごくおいしゅうございましたが、王将のチャーハン4人前をペロリと食べるこの私たかしチャンネルにとってあの量は、幼稚園児が食べる量でしたね。余計腹減ったなほんま、食欲にね食欲が余計にかきたたれてね余計腹減ったみたいな、食わな我慢ならんみたいな感じやねほんまね、大失敗ということで、食べたことによって余計腹が減るというこれも最低な、最低な状況を作ってしまいました私としたことが。
でもね、もう今日は我慢しようと思います。一時着、大阪、茨城、一時着、現在8時、20時、ね、夜の20時、20時でしょ、9、10、11、12、1、5時間、5時間、そうね、1時間ぐらいしか余裕ないから、まあ、睡眠の時間もね、いりますね。あんま寝てないんで。はい、ということで、食が細い人はちょうどいいかもしれないですね。美味しいです。非常に美味しかったです。すごいやっぱりね、いい素材、静岡県焼津漁港のいい素材を使っておりますんで、味は確かに美味しいですが、がっつり行きたい方はこの先の、牧之原、小笠、三方ヶ原、この辺がいいかもしれないです。がっつり行きたい人はね、ご飯おかわりしてね、大盛りとかカレー食いまくりとか、はい、がっつり行きたい方はね、はい、そう思いました今日は。はい、そういうことでした。さよなら。